アメリカの雑誌タイムは1日までに、今年のインターネット上で最も影響力のある25人を発表。日本からはお笑いタレントの渡辺直美30が選出された。写真共有アプリインスト、アグラムで独自のファッションや個性豊かな写真を投稿し、800万人のフロアを持つ渡辺。タイム誌では私編を日本のソーシャルメディアで一番人気のスターと紹介した上で、自身の立場をうまく使い、日本人女性について長年持たれてきたステレオタイプに超んでいると評価した。渡辺はツッターを更新し、渡辺直美なんかちらねえよって方々、これを機に知ってで、つったら激嬉しいです。とりあえず肥満ってことだけでも覚えて帰っていってくださいとコメント。また、トランプ大統領やミュージシャンのカニエ・ウェストなどの超有名人と肩を並べたことに、と、今並び、激アツと独自の言い回しでき、ビオロにした。インスタの女王私、変なおみは、なぜここまで世界で注目を集めるのか。臨床心理士で、明星大学准教授の藤井康史氏は、視覚情報に訴える、3バイトの法則がうまく取り入れられていると、分析する。1、ベビー、可愛い子、どもの写真を見たいと思うのは、本能的に刷り込まれていること。渡辺に子、どもっぽさとか体のフォルムとか、赤ちやんっぽい要素があると思う。自分が披露し、断できないことを、子供がやっているよ、風な、投影している部分もあるかもしれない。2、ビューティー、渡辺さんのインスタグラムを見ていると本当に色彩豊か。写真の綺麗な色味と体、フォルムで、ビューティーとベビーを兼ね備えている。3、ビスと渡辺さんが野獣ということではなくて、動物とかペットのこと。犬好き猫好きな人は自分のペットの写真を上げつつ他の人も見に行く。また渡辺さん自身がいい意味でペット的存在でもあるの、獣というより可愛い動物感が重要。またこれらがある一方で、渡辺の投稿には自慢や承認欲求が見えないとし、だからこれだけフォロワーを集めるし、いいところ尽くしのインスタが AM が成立していると述べた。アブ、イーマトブ、ケヤキヒルズより渡辺直美への寝起きドッキリ、美女も出る4人との変顔対決アベママー。ニング無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV 平ら、日の忙しい朝、お出かけ前や通勤、通学の合間に、今起きているニュースをスマートフォンなどで手軽にチェックすることができる新しいニュース番組、アベマモーニング。テレビ庁、日報道局を拠点に、アベマ TV 系やヒルズ、羽生選手に、国民栄誉賞授与、喜びの会見も速報。無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV。 あなたはいつスマホでニュースをチェックしますか？通勤通学、ちょっとした空き時間、そしてお昼休みにニュースを確認することも多いのでは？最新ニュースはもちろん、ネットで注目されているニュースをランキング、アベム、ATV、アビマプライム、芥川賞候補、美しい顔が、他作品と類似表現。アベプラ独自検証無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV、大人の事情をスルースルス、魔法初の本格ニュース番組、アベマプライム。スマホ世代若者のためのニュース番組に挑戦します。平日夜6時からテレビ朝日1階のオープンスタジオで公開生放送します。